ザクも置いてます。今日はですね、かの有名な、はい、ポーランドさんが来てくれてます。お願いします。全然有名じゃないですか。いや、有名ですよ。僕からしたらめちゃくちゃ有名な方ですよ。もういろんなチャンネルに出て、はい、結構ね、スパーリング。もう格闘技系ってのは、ポーランドさん知らない人もいないですよね。うん、まあ、大体知ってくれてそうだね。アンポルキアチャンネルでも、ああね。バチバチにやってましたし、ね、あの動画めっちゃ面白かった。一番僕が面白かった。本当に、2ラウンドの時ね、あの怪我しなかった。ああ、そうだ、面白かった。あ、そう、人体が切れちゃった。でも片手でも結構前線というか距離使って外して、そうです、ね、カウンター狙いですかね。そうですですよね。もうなんかなんだろう、もうこれしか使えないから、向こうがめちゃくちゃ本気で来てくれたから、はい、そうですね、確かに。そう、来てくれたからこそ自分も本気でなんかちゃんと、まあ、自分の実力を見せてたっていうか。やっぱ坂口拓さんのね動画にも、ね、暗殺でしたっけ。そうです、ですよね。あれもね、坂口拓さんやっぱすごかったですか。うん、すごかったですね、はい、そのまま、なんでしょう、刀とか、ね、はい、そういう技はすごかったんですけど、はい、坂口さんよりあのその師匠の方が、はい、稲川さんでした。そうですね、すごい怖いですよ。向き合うだけで怖いですね。なんか、何この人みたいな。へぇ、そのなんか普通の人じゃなくても、はい、本当に、うん、あら、いつでも殺せるような、はい、雰囲気出してて、あの、もともと自衛隊のトレーナーみたいな人で、まあ、そうですね、うん、もう何を持ってもなんか全て武器になってるみたいな。へ、やっぱすごい方なんですね。すごい方なんですね。一度お会いしたいですね、いつか。そうです ね頑張ってください。で、ポワノさんって結構視聴者の方が本当はなんか弱いんじゃないかみたいな噂があるじゃないですか。本当は強くないんじゃないかみたいな、あれってどう思われてるんですか、いつも。俺は別に、まあ、ザコが何言ってんの。まあその通りですよね。だからもうちゃんと僕の場合はそのこの真ん中にいる人があんまりいなくて、はい、ポーランドが弱いじゃんって言ってる人と、はい、すごく強いんだっていう人にしか分かれてないっていうか、はい、だからそのまあ大体僕の経験上っていうか、なんかそのいろんな人と話したりするときに、格闘技ちゃんとやられてる人の場合はみんながめっちゃ強いって言ってくれる。今日ね、ミットとね、うんうん、ボディ打ちでね、体、体で、ね、あのボディ打ちやるんですか、あの有名な、そう、山本さんは耐えれたんで、耐えれるんじゃないかっていう簡単な考えでやります。安直ですね。なるほどですね。怖い、怖い。今、なるほどです。今日ヘルメットって持ってきた。ヘルメットかぶって貼らなくなるから。それは面白い。それそれみたいな、んかそういうキャラやと思って。ヘルメットキャラではない。いやいや、じゃあ大丈夫です。あの、本当山本さんが全然煽ってこないのが良くなかったですね。僕、すぐ人ずる。また殴られます。で、僕さっきちょっと見させてもらったんですけど、うん、あのスパーリングの、うんうん、あの弱いって言ってる方、うん、ちょっとやめた方がいいっすね。弱いわけがない。そうだね。普通なんかもうテクニックっていうか、うん、距離外してだったりカウンターだったりとか、うん、そういう細かい技術がめちゃくちゃ多いですよね、引き出しが。そうですね、結構、うん、やっぱり普通のセオリーっていうより、なんか あんまり人が使わないセオリー、うん、あの使うのが好きで、そこで例えば何だろう、あの相手の手を掴んだり、はい、ちょっと汚いワードなんですけど、うんうんうん、相手の手を掴んだり、そこからかあのその綺麗にパンチ入れたりとか、はい、それなんかただただ向かい合ってそこでみんながやってるようなセオリーじゃなくて、うんうん、ちゃんと相手をなんかこう、わ、なんかやりづらいなみたいな、うん、あの気持ちをさせようとするんですね。なんか僕ちょっと見てて思ったのが、やっぱ壊す系ですよね。なんか、うん、綺麗っていうか、もう相手を壊していくみたいな、あ、全部あの城を破壊していくみたいな、下からガン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 って、あ、もう崩していく感じで、手叩いてそのままガンって打ったりとか、ああ細かいですよね。あ、めっちゃよく見てます。細かいテクニックがめちゃくちゃ多かったです。トレーナーっぽいこと言う、はい、ちょっともうその素人の人は伝わりづらいと、うん、多分わからない、ね、そうですよね。格闘技やってきた人にしかわからない技が多いし、うん、あんま教わらない技ですよね、普通のトレ、ね、ジムとかじゃ。もう自分でこう研究しないと、あんまり、そうですね、あんまり誰もやらないと思います。そうですね。まあ、経験というか、こういろんな人とやって、ああ、こういう人だったら多分大体これが効くとか、こういう。めちゃくちゃ頭使ってやられてますよね、格闘技。まあ、大体何でも、何をやっても頭使います。そうですよね。あんま言ってほしくなさそうだったら。確かに。で、もう一個聞きたいことがあるんですけど、はい、僕と山本さんの試合、山本さんお腹、仲いいですよね。そうですね。そうですね、はい、どうでした、感想として。あ、めっちゃ面白かったですね、はい、正直言うと最初、はい、
なんかすぐ終わるんだろうな僕が速攻負けるって思っちゃったんですけど、はい、やっぱりこうまあ期待より全然本当ですか、もう上だったんですね。ここがダメだったらここがいいとかありますか、うん、まあ、山本さんがすごい前に来る人じゃないですか、はい、そこでなんかやっぱり距離をあんまりちゃんと作ってなかったなっていう感じだったんですね、はい、そのまあ多分1分の中で僕はまだそんな戦ってないからわからないんですけど、はいはい、でもそこで、まあ、相手のペースに結構こう合わせてたみたいなことを思ってたんですよね、はい、ああもっと距離取って、そうですね、そこで、あとあれですかね、横蹴りとか多かったんですけど、はいはい、いきなりの前蹴りとかそういうのがあんまりしてなくて、はい、そうなんですよ、前蹴りを忘れてたんですよね完全に、うん、もうそこは多分入れてたら結構もう山本さんが大体もうやっぱりこういうスタイルで来るんで、ファイターですもんね、はい、もうなんか僕の、まあ、経験上っていうかなんか、はい、結構ボクサーには前蹴りとか入るイメージがあるんで、うん、顔面前蹴りとかもうちょいやればなって思ったんですけど、山本さんが来ちゃったんでこれ一緒に同じ距離でやろうってなっちゃったんですよね、まあ、うまく乗せられたっていうのもあるかもしれない。山本さんですね、やっぱその、うん、あれに乗せられたっすね、山本さんのタイトルとか、うん、戦績そうです、負けたっすね、そこに負けたっすね、そこでおじけづいた感はあるんですけど、まあ次やったら良いですね。ヘルメットあったらいいです。山本さんも頑張ってね顔面膝しちゃうから山本さん次顔面膝しますよねということで、はい、はい、じゃあその今日はホラノさんのミット打ちと、はい、あとあんま本当やりたくないんですけどね、うん、ボディ打ちを、うん、本当はもう やらなくていいかなと思ってきたんですけど、やりた方がいいですか。でもだって自分で企画考えたし、そうだよ、ね、うん、別にね、腹が嫌だったら顔でもいいし、うんうん、でも腹嫌だったら顔はやばいっすよ、今日救急車呼ばれてきたになっちゃって早速じゃあミット打ちから やらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。笑顔の怖さということでよし、じゃあポーランさんの初めてじゃないですか。ミット多分ここら辺で持たないといけないことになる。それはちょっとやりすぎやここら辺じゃないと思わない。まだ滑りますね今日台風だしね、雨も滑り、うん、行きましょう、行きましょうか、はい、滑りまくりあんま喋らない方がいいね。肘が痛い、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 これ腹に打てるのか、あれ嫌なってきた、え嫌なってきた、いや、そういう人じゃん、俺がね、うん、確かに、うわぁ、いいよね、ショース、おい、おい、しますね、これ。すごい。完全に。すごい。もう結構赤いですね。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ミットどうでした？まあまあよかった。
毎回聞くやつ。うまいっす、毎回聞くやん、もう。ありがとうございます。ありがとうございます。うまいっす。ただ、最後、メインイベントで、はい、ボディ打ちを。じゃあ最後、あれですか？ボディ打ちを。そうっすね。おぉ。あ、山本さんとか、まあ、うん、あんま強くなかったんで。知らないよ、別に。はい。トヨ太平洋チャンピオンはあんま強くなかったんで。知らない、そんなん言っても。知らない、はい。これは耐えれるかなっていう。まあ、最初一回、見たまま、殴ってもらって、はい、2回目僕目つぶって殴ってもらいます、はい、おー、皆さん初めて倒れるのが見えるかもしれない。僕でも人生で試合とかも含めて、うち僕5歳から格闘技やってるんですけど、1回も倒れたことないんですよ。おー、だろうね。なんで倒れないみたいです。フェイントだけやめてくださいね、最初は。最初は目つぶってから何やってもいいんですけど、最初はフェイントだけ1回ドン、あれなんで。なんでもないです。いきます。おぉ、はっ、おぉ、怖っ、鼻やろ。悪い、大丈夫、大丈夫。おぉ、今本当に殴ったと思ったね。おぉ、すごいな。いきます、はい。いけた。痛くありません。強っ。おお、これ強いっすよ。おお、やばいっす、目つぶったら死ぬ可能性でき。もう一回、もう一回、左か左で、ね、ちょっとバフンって浮いた感じしましたもん。え、浮いた、うん、めっちゃ痛かった。そうそうね。でもなんかすごいローブが、はい、はい、こう、あ、そう、システムなんですよ。こう足に流すんですよ。あ、システムシステム。でも本当になんか全然違う感じだった。あ、本当ですか。なんかあれです、その筋肉を使って耐えるじゃなさそうな感じ。あ、そうです、筋肉を使って、使ってないですよね。はい、力を抜いてます。なんか、たまに、そのサンドバッグ、水が入ってる、なんかボクシング用のなんかこういうやつあるじゃないですか、あれを殴ったような感じですね。おお、水です。目つぶんのやばい。あ、まだでしょ。今だって左、どっちの方が痛い。そう、で、そうポーナーさんに、右と左、はい、叩いてもらって、そうで、より強い方を最後目つぶ、はい、俺ライズ3なんだけど。じゃあ大丈夫です。マイナスになる。だいぶ大丈夫。いきます、はい。おお、すごいな。え、どっち、ね、どっち、なんでこんなで結構どっちも同じぐらい強い、うん、同じぐらい強い。どっちも強い。なんだ、どっちも痛い。どっちも変わらないぐらい強いです。じゃあどっちがいいですか。いや、どっちでもいいです、あんま変わらないから。和田さんの今日のコンディションというか、叩いた感じ、どっちの方が強くなりそうとかがあれば。右の方が多分その残る感じがあるんで。ああ、じゃあ右は抜けた、背中から。ああ、じゃあ右でもう少し残して終わらせましょうか。目つぶんのきちぇ。そっか、目つぶん、目つぶんだ。お前知らないだろ、目つぶるってやばいからね。試合とあんま変わらんから、ね、俺寝る時しか目つぶらんもん。だってフェイント来るの来ても分かんないから。そう、分かんないでしょ、来ても。あ、ちゃんと目つぶるで、はいはい、すぐ打っても大丈夫です、いつでも。そうそうそう、じゃあお願いします。ハハ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 ハ。まあ、痛いよね。うん、おお。よっしゃー。お、抜いた。どうでしたか。いや、なんか、はい、おかしい腹出してんなって。うん、まあ。腹してんなと思って。水落ちだから。あ、水落ちだ。水落ちだ。あ、ごめんね。膝も触れます。膝は無理です。もうちょっと楽しくなっちゃう。楽しくない。もう。楽しい。はい、という感じで、頑張らなさい。そうだね、終わんないとね。終わんないと一生やられるからね、俺。はい、どうでした、打ってみて。でもなんか、もう本当におかしい腹してますなっていう。水が入ってるような、なんかもう本当の、うん、俺システム殴ったことないけど、なんか、はい、なんか違うよなっていう。システムです。大体本当にこう硬くなって、はい、そこでなんかその自分の拳が、こう当たった瞬間をめっちゃ感じるんですけど、はい、感じないっていうか、なんかこういう。
銀杯で出るみたいな付箋みたいな。へえ。多分メイウェザーのパンチに耐えられちゃうかなって思います。それはどうしたの？あと一発食らったら多分倒れてるぐらいの強さ。本当にライフゼロになった今。ああ、なるほど。3あってちゃんとゼロになったっす。ちょうど今ちょうどいい。これ以上はもらえてるんだ。あ、なるほど。はい、じゃあ早く締めちゃいましょう。早く締めますか。はい、今日は、はい、あの僕がボディ耐えられてね、すごいと思った方は、うん、チャンネル登録とか、あ、そうですね、ぜひ、はい、滑りに滑りに行きありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。